10月20日快晴、立品町塩沢地区の田園の様子です。稲刈りがほとんど終わりました。浅間山が煙をなびかせています。これが北進の方向です。そして豚舎があります。これも豚舎です。これは南の方向です。立品山と八ヶ岳がきれいに見えています。こちらが塩沢地区の集落です。耕運機で田んぼに向かう人がいます。